さん、こんにちは。しょりーちゃんのしほとりんりーと村井チームのはちです。はい、というわけで今回ね、はちちゃんとのコラボということでですね、今回はこのね、パレットを使ってね、スライスパレットを作っていきたいと思います。まあね、スライムパレットなんですけど、ちょっとね、一、はい、つしかないです。一つしかないです。そう、ダイソーで買った、多分何を入れるやつ、小物入れかな。そうだね。で、しおちゃんちょっと開けてみてください。こちらのね、あの、うん、パレットを使っていくんですけど、うん、これね、これなんて12マス、全部で12マスあって、ラメもね、12種類あるんですよ、うん、こちらを使って作っていきたいと思います、はい。でね、このパレットね、あこれね、取れるんだよ。蓋じゃないよ。下の段に大きいスライムを入れてもいいかなって。そう、取れるね。でね、ちょっとサインペン持ってきたので、はい、ペンで色付けしたスライムを入れたら可愛いかなと。あ、可愛い。はい、じゃあ、まず透明なスライムを作ります。はい。じゃあ3人でね、協力して、じゃあ翔ちゃんお姉さんだから、うん、2人ちょっと入れ物がね、2つしかないので、うん、いい。はい、じゃあいい、みちゃんとはちちゃん、どのぐらい、はちちゃんもいるから、それでいいの、どのぐらい、うん、今日はね、ちょっとしか作らなくて大丈夫。じゃあ、あとは校舎を入れるだけという寂しいスライムだけどね。これから豪華にしていくからね。はい、じゃあ次、校舎、うん、ちょっとずつね、で、途中で入れちゃう。いい、混ぜて、うん、この時点で始まる周りがちょっと違うんです。本当ですか、違うんです。ちょっとドアの問題なんですね。そうか、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 校舎はちょびっとずつね、入れないとね。すごいね。いいかな、だいぶなんとか修正して良くなったよ。うん、いい感じになってきたね。まぁ、あ、ちょっとね、あの、濁ってるのはもう空気が入っちゃってるから、ベビーパウダー入れなかった。ベビーパウダーないんだよね。で、これいいじゃん。ね、いいよね、それね。しょうちゃんの、やっぱ先生ですね、しほさん。イエーイ。なんとか修正しましたね。ついちゃった。ごめん、ついちゃった。おお、大丈夫、大丈夫、切り離して。しほ先生、すごい。お、いいんじゃない？もうみんなで。うん、でもみんなで分け分けして。これママも混ぜてもいい。うん、もうじゃあ混ぜちゃう。綺麗だね。はい、じゃあね、なんとか修正のもと、スライム完成しました。一応ね、完成しました。ちょっとね、混ぜたので空気が入ってちょっと白いけど、はい、まあそこは気にせず。でも、はちちゃんが一番透明っぽいから ね。黄色くないですか、ね、ん、はちの黄色くない、黄色いですか、はい。あれおお、だいぶ修正できたね。しおちゃん、体温低いんじゃない？低いです。ですよね。はい、体温低いと、うん、ああやってベタベタ、体温高い子が触るとベタベタひっつかなくなる。なるほど。うん、しほはね、本当体温低いの。35度8とか9とかで測り直すとかよくあるよね。うん、でもそれが何ね、いつもなんだよね。でも病院の先生とか言っても別に、うん、って感じで、そうなんですよね。そうなんで、いいみたいで、心配、親が心配してるけど。体温個性。俺、運動とかもするような、うん、そうすると結構体温高い子多いよね。あんま動かない子体温低いじゃん。でも案外体力ないんですよ。そう、すぐ疲れちゃうんだよね。スライムで人の体温分かってる。じゃあね、4色選んだので、はい、じゃあそれをスライムにしていきましょう。はい、混ぜてもいい。そう、混ぜるの、スライムと。こうやって。え、全部？そうそうそう。あの、このね、ケースに入る分だけのスライムを取って、色つけてもいい。そうそうそう。しょうがない、しょうがない、それは。このぐらい。そうだね、それぐらいと混ぜてみよう。これ何？じゃあこれ。ペンつく？あんまつかないかな。つくよ。ついた？
つかない。そうだね、あんまりちょっとホワイトボードにするとちょっとつけばいいかなっていう。まあでもキラキラはね、メインでやるので。だからこれにキラキラ入れるんだよ。そうだね。だからそこでだけ。うん。絶対綺麗だね。うん、いいな、とても綺麗。見て、ちょっと色ついた。あ、色ついた、みんな。うっすら。うん、お、しほちゃんのそれすごいね。金粉？金粉みたいです。金粉みたいだね。すごいよね、私も一緒思った、うん、これ食べれるんじゃないかな。いや、食べれないけどね。あ、緑見えてきた。すごい、一緒金粉かける。うん、金粉綺麗だね。でも手に金粉がついてて、次の世代も金粉がついてる。そうだね、手についちゃうとね。まあでも若干混じっててもいいよ。混ぜましょう。綺麗。うん、いいね。綺麗。お、ハチちゃんつけたの綺麗。綺麗だね。うん、ね、いいね。ね、うん。うん。いい感じ。ゆめもしーちゃんみたいにしようかな。何、上から乗せるの？うん。しーちゃんの真似でございます。うん、やってる。おお、綺麗、うん、いいね、いい感じです。見て、水が超綺麗なんだけど。どれ、それもペン混ぜた？うん、ペン混ぜたやつ。あ、ペン混ぜてキラキラ混ぜた、うん、すごい綺麗じゃない？うん、綺麗。あ、ラメ綺麗だよね。水色は最高だ。うん、水色は最高。水色は最高。またそうついてる。あげる。すごいね、綺麗だね。いいね、いい感じにできてきた。ちょっと前半じゃ考えられなかったけど、本当もうどうなることかと思いましたけど、なかなかいい感じに出来上がってきた。また別途になる。しょうがない、しょうがない。すごい綺麗ね、すごい綺麗。紫の綺麗。入れすぎちゃったかな。いいね、全部入れてもいいぐらい。取っておいたの。金粉がよ。ハチの何色これ？見て。ゴールド。ハチちゃんゴールド綺麗。見て。うわ、すごい綺麗。おお、いいじゃん。うん、いい感じ。これちょっとピンクが好きなんでしょ？うん、ハチちゃんピンク好き。ハチのゴールドすごいわ。すごい綺麗だね。なんかちょっと本当ゴージャス。うん、ゴージャス。うん、いいじゃん。手が。手もキラキラになっちゃった。すごい。うわ。おー、すごい、手が綺麗になった。見て、キラキラ銀だ。見て、うん、紫。おー、綺麗。いいんじゃない、みんな。ハチュいっぱいだ。ハチちゃんちょっと多かったかな。そういう時もある。あ、いい感じ、いい感じ。私なんてね、もう金とすごい余ってるから。ん、これも余っちゃった。うん、まあしょうがない。お、これで最後かな、みんな。もうちょっと。すごい。はい、というわけでできました。はい、できました。はい、見てください。すごい、めっちゃ綺麗。いいね、いい感じにできました。はい、ほんと綺麗だね。うん、みんな上手。いい感じに詰め方も、うん、まあ適当だったけどね。出来上がりが良ければね、詰めてよすもんね。はい、はい、どうでしたか？こんな感じ、楽しかった。最初はどうね、最初は本当どうなるかと思ったよね。スライム作るのがもう苦戦苦戦で、でもなんとかなんとかね、水足したり修正してなんとかできて、そうね、こんなに伸びるよね。ね、ね、最終的にね、いいスライムになってよかった、本当で。3人で作ったね、キラキラのラメスライムパレット、ね、いいんじゃないですか、可愛くて、うん、じゃあしほちゃんちょっと蓋してみようか、どんな感じになるのかな。お、いいんじゃない、かわいい、かわいい、いいね。これ本当はね、下の段もあるんだけど、ちょっと今下の段取れなさそうなんでね、ぐちゃってなっちゃいそうなんでやめときましょう。はいはい、はい、というわけで今回はね、この3人でこちらのね、スライムパレットを作ってみました。で、無事終わってよかったと思います。それでは、バイバーイ。
組ペア。三時だおやつだ。